大変長らくお待たせいたしました。本日もファイプロ実況の時間がやってまいりました。さあ、勝手に松本智蔵杯、ボーナストラックとして行われる、試合を2試合楽しんでいただきたいと思います。まずは、マンモス鈴木健三、そして鈴木秀樹、鈴木実、4人によるバトルロイヤルから、なぜこうなったかは今から試合をしながらお話ししてまいりましょう。では、試合開始です。初めてご視聴いただく方ありがとうございます。この動画は Fire Pro Wrestling World の Steam 版、PC 版ですね、のコンピューター同士の対戦、いわゆるロジック対戦にああだこうだと実況をつけて遊んでいる動画です。架空ファイプロ団体ワールドマニアックレスラーズ、通称 WMW のオーナーである私、マスクド西岡がお届けしておりますと。ということで、この動画をずっとチャンネルをご覧いただいている方は、何のこっちゃが分かると思うんですけども、もしかしたら分からない方がおられるかもしれないので、かいつまんで説明をさせていただきます。まず勝手に松本智蔵杯というシリーズを行いました。これは、普段このチャンネル、この動画を応援してくださっている、プロレスおよびプロレスゲームファイプロファンの方のために、大リクエスト大会として、現在この架空ファイプロ団体 WMW に所属する250名ほどのレスラーから、対戦カードを考えていただき、それをこのリングで再現して皆さんで楽しんでいただこうという企画を行いました。でただそれだけを普通にするだけじゃ面白くないから、試合評価ですね、組んでいただいた対戦カードの試合評価が誰が一番高い得点を出せるか、パーセンテージですねを出せるかという、楽しみをしました。で、そのパーセンテージを決めるのが、スパイクチューンソフトを作ってる側ですから、松本智蔵杯と名乗ってもいいんじゃないかということで、勝手に名乗ったわけですね。で、その24チーム24名の方がエントリーしてくださった中で最高試合評価を出したのが、平純さんと、TT さん、友谷つゆきさんですね、が出していただきました。でその最高試合評価を出したお二人には、タイトルマッチの権限を、優勝賞品みたいな感じで、プレゼントするということを申し上げて、で、ジャイアント馬場が所持するIBO タイトルマッチ、IBO のタイトルと、IBO タッグですね、アニマルとジョニーエース、アニマルウォリアーとジョニーエースが所持するタッグタイトル、両方にチャレンジしたんですけども、残念ながら、両方ともタイトル奪取ということにはなりませんでした。で、そのタイトルマッチの時に普通に試合するのもいいんですけども、どうせならということで、エントリーされたその平純さんと TT さんの、ご希望で、セコンドをつけるということになりました。今見ていただいている鈴木実、鈴木秀樹、鈴木マンモス、鈴木健三、鈴木健三ですね、この4人は、一丸となってジャイアント馬場に立ち向かったわけなんですけども、結局ベルトは取れませんでした。負けたらじゃあ誰が悪かったんだという仲間割れじゃないですけどね、ということもあります。ただここはちょっと平純さんの場合は、別の経緯があって、平純さんが、その 94% という高評価を叩き出した試合というのが鈴木秀樹対鈴木実でした。で、この試合に至る前に前段があって、喧騒を加えて3人で 3way が本当は見たいんですと。ただ今回バトルロイヤル、その勝手に松本智蔵杯はバトルロイヤルはダメっていうルールでしたので、実現できなかった試合なんですけどね。で、ここにマンモス鈴木を加えて、4人でバトルロイヤルをいつかやりましょうねっていうようなこともあったというストーリーもあるということで今回組まれた試合です。TT さんの方の、試合についてはまたその時に触れてまいりましょう。バトルロイヤルの今回のルールは、負け抜けってやつですね。スリーカウントもしくはギブアップを奪われたレスラーがリングを去っていき、最後の1人誰が残るかというルールになります。オーバーザトップロールオーバーザトップルーロープは採用していませんので、純粋にギブアップもしくはスリーカウント、あとはリングアウトの可能性はありますね。それで負けた者がこのリングを去っていくということです。なのでまずこの4人の中から誰が最初にとなりますね。でマンモス鈴木を加えようかどうしようか悩んだのは、こっち側のオーナーの都合で、もう1試合行うその TT さんの、エントリーされたカードが試合が3ウェイで行うので、こっちは3ウェイじゃなくてバトルロイヤルの方がちょっと違いが出せるかなということに、させていただきました。その辺平純さんご容赦いただけたらと思います。ということで、さあ時間が11分経過、レフェリーは和田恭平さんで、4人となると、4人の時はね試合がね意外と決まる。おお、これはちょっと面白い展開。鈴木みのるが一番最初に KO されてしまいました。しかしこの KO というのはずっとリングを残らないといけないと、去ることができないという状況。うわー、鈴木みのるはここで自分の悪態じゃないんだ、なんていうんですかね、こう無様な姿をさらさないといけないという状態。これね、確かねKO されたレスラーを起こすとかっていうのはバグであったらしいんですけど、そのバグが修正されたので、余計に無様な姿を晒すことになってしまいますね。で、このファイプロのバトルロイヤル 3way は3人になるとなかなか決まらないんですよね。誰かが誰かを攻撃して、その誰かを今度、カットするということになるんで、なかなか決まらない展開になりがちです。ここからがちょっと長くなりそうな気がしますけども、まあまあ、まずマンモス鈴木がスタミナ切れ、これは多分体がマンモス鈴木の取り合いみたいになってますね。さあこれはギブアップを奪えない、まだ耐えますね。いや、マンモス鈴木がなんか1人すごいやられてる感じですね。しかもそれを鈴木みのるの上でやるという、失礼極まりないというか、いやー、わからないもんですね。喧騒がこういう時にはやってくれるというのは、でもまあなんか証明じゃないですけどね。さあ卍固めでどうだ、鈴木秀樹がまだギブアップはしないですね。さあ今度は鈴木健三、おお、変形ツームストンパイルドライバーが決まりました。お互いもうかなり体力は消耗している状態。この3人から2人になって、2人からっていう時にはあっという間に決まりそうな、2人になったらあっという間っていうなりそうな気もしますが、O2 プラトンラリアット、さあ鈴木秀樹と鈴木みのるが並んで倒れてる状態。お、これを再び誰に向かって、いや鈴木みのる誤爆、かわいそう。やっぱりだから死にたいじゃないんですよね。目標が変な方に飛んでってしまいましたね。ホーミングミサイルみたいに。いやー、これはまずいぞ。まあこれもファイプロの一つの場面として、ああまたあれででも絶対生き返ることもないですしね。もう一回クリティカルとかになったらえらいことやろな。かわいそう鈴木みのる。さあどうだ、ああギブアップ、ああ鈴木秀樹と鈴木みのるが敗退ということになりました。さあマンモス鈴木と健走、さあ大暴れしてる喧騒が、お、再びエルボーで、いやエルボーじゃなくフライングボディアタック、カウントが入る、どうだ、おーカウントは2。しかし鈴木みのるがかわいそうすぎる。さあ、その鈴木みのるの前でけん制を再び、お、タックルからの、いや、バックは取れない。マンモ鈴木はしかしスタミナがちょっと切れかかっているような気もしますが、寝技には入らせない。さあ、お互いもうフラフラの状態、技一つで決まりそうな感じですが、ロープに投げて、おお、スリーパー、どうだ、これでも決まりそうだぞ。けん制をまだ耐える、けん制を耐える。さあ、試合時間は20分が経過。バックを取りましたが、これは返す。マンモ鈴木、なんとか気合を入れて立ち向かいたいところ。けん制の必殺技はだいぶ、ああ、これはどうだ、マンジ固め。けん制は耐える、まだ耐える。ということは、けん制まだ余裕があるのか。いや、スタミナ、いや、どうだ、これはカバー、こんなんで決まってしまいそう。うわあ、カウント 2.9。さあ、おお、これはシャイニングウィザード、けん制がやるとなんか違う技でしたよね。さあ、けん制がチャンスをものにするのか。いや、バックは取れない。バックを取ったけども技がかけれないというところでしょうか。さあ、カバー、どうだ、決まるか、これで。よー、カウント2。なかなか2人になってからでも決まらないという状況。さあ、マンモス鈴木はマンジ固めで決めることができますが、バックを取って、おお、これで決まりそう。サーフボードいやー、やってみないとわからないものですね。というわけで、平純さんが喜んでいただいたかどうか分かりませんが、まあ、鈴木軍の、内部構想は、マンモス鈴木がサーフボードストレッチという超古風な技で勝利ということになりました。はい。では、もう一試合ね、先ほど言ってた TT さん、友谷つゆきさんのエントリーされた、3ウェイマッチをお楽しみいただきたいと思います。はい。というわけで、勝手に松本友蔵杯ボーナストラック、もう一試合は、リック・フレア、テリー・ファンク、ニック・ボック・ウィンクル、この3名での3ウェイマッチということで、これに至る経緯はまた試合中にお話ししましょう。では、試合開始ですと。これをエントリーじゃないな。もともと、友谷つゆきさんがエントリーしていただいた、テリー・ファンク、ドリー・ファンクのファンクス対リック・フレア、ニック・ボック・ウィンクルの、AWA チャンピオンズと言っていいかな。NWA かですねの、ということで、この試合が見事 94% の高評価を得ました。で、タイトルマッチ、タッグの方がいいですよねということになって、テリーとフレアが組んで、そこにセコンドニック・ボック・ウィンクルがついて、チャンピオンであるアニマルとジョニー・エースの、試合が行われました。タイトルマッチで。ただ、まあ結局、タイトル奪取ならず、まあ、それがリック・フレアのわがままだったんじゃないかとか、ニック・ボック・ウィンクルが動かなかったのは、ああだこうだとか、ね、いろいろこうクレームがコメントで交わされるようになって、妄想でね、があって、じゃあこの3人でやらせろよということになったという経緯です。まあまあ豪華な3ウェイ。このね、スリーウェイっていうのは何がどこで飛び出すかわからない面白さっていうのが、あるのがいいんですけども、かなり実況任せであるというのもあるということですね。ルールについては先ほどと同じように、通常ノーマルのバトルロイヤルルール、先に負けたレスラーが、リングを降りていくと。ただし、先ほど鈴木みのるで見せたように KO されたレスラーは、動かされることがありません。若手が出てきて、移動させるとか、ゴロゴロゴロって転がせるとか、レフェリーがこの和田恭平さんですね、和田恭平さんが下の方にリング外にエプロンに押しのけていくとかっていうことも行われませんので、できたら KO はされない方がいいということになります。ただ、まあテリー・ファンクもニック・ボックウィンクルもリック・フレアも足を攻撃するのが得意なレスラーですから、足を攻められて4の字固めなどで KO ということもありうるわけですよね。そうなったらえらいことになりますよね。ただまあ先ほどみたいな鈴木みのるが、KO されてそのままリングに残るっていうのは過去に見たことはあるのはあるんですけども、2人 KO されて残ってしまうということはないので、まあいつかそういうのが見れる日が来るのかなと思ったりもしますけどね。まあこれも多分なかなかこうなんですよね。何らかの技を決めるともう1人いる方がそれを阻止するという展開がずっと続くと思います。まあどうでしょうね。個人的にはこのテリーが最初にリングを降りてリック・フレアとニック・ボックウィンクルが戦うのがちょっと面白そうな気はするんですけども、まあ、今回ねドリーも入れて4ウェイというのも考えたんですけども、これはまあまあその前回のタイトルマッチに出場したっていう基準でいこうかなと。リック・フレアとテリー・ファンクが組んでニック・ボック・ウィンクルがセコンドだからドリー・ファンクはもうそこから試合には携わっていないというストーリーでいいんじゃないでしょうかね。ということで脳内補完していただけたらと思います。さあ次々と技を決めますが、それをことごとくカットしていくという展開になりますが、こうやって1人のレスラーを2人で攻撃し始めると一気にダメージを食らいそうな気がしますが、それを馬にうまくのらりくらりとかわすことができるかという展開になりそうですね。であとはもうこれはねしょうがないんですけども、ロジックの組み方で、間を取るっていうのを僕の好みであんまりしないようにしてしまってるんですよね。何名かはいるんですけども、要は相手の体力が小もしくは大、そのどちらかで分けれるんですけども、相手レスラーと組みに行くのか、打撃を狙うのか、もしくは相手の周りを回るか距離を取るかっていうロジックが組めるんですけども、その距離を取るっていうロジックを多くするとすんごい時間がかかるんですよね。試合にね、試合のテンポが悪くなるっていうのがあるんですね。だから僕というか僕が新しいレスラーを作るとき、再現するときにでも、数パーセントぐらい 10% 組んでるレスラーは何人かいますけど 20% でも少ないと思いますね。だからもう積極的にこうガンガン組んでいくという試合展開が多いようにしてしまってるんですよね。それがでもいいのかなと思うのはありますね。リック・フレアはでもそれがこう距離を置く数字はそこそこ高くしてたような気がするんですけどね。さあ4の字固めが決まりますが、これをテリーがカット。いや諦めない、すごいですね。テリーがボコボコに殴ってもリック・フレアはもうがむしゃらにニック・ボック・ウィンクルの足をとりあえず4の字固め決めなっていう風になりましたね。さあ今度これをリック・フレアはこれを生還しましたね。さあテリーの状態がちょっとまだ大丈夫かな。さあコーナーおこれは逆さ抑え込みですが、テリーなんかどうもうまいこと技が決まりませんが、まあまあこんなもんですかね。ロープこれは考えましたね。ニック・ボックウィンクルロープに投げてる間にリック・フレアに技を決めるという、しかしギブアップは取れないということですね。リック・フレアのねこの O ノーが出るということはまだ相手レスラーの体力が余裕、ちょっと待ってください。誰かが流血した模様。あ、ニック・ボック・ウィンクルがどうやらテリーのパンチか何かで流血した模様ですね。さあこの流血がどうなるか。あ、パンチで倒れるようになってきたかな。さあテキサスクローバーホールドかスピニングトーホールドに行こうとしたのはカット。これを今度リック・フレア、あーでもリック・フレアは手を出さないですね。さあニック・ボック・ウィンクルがパイルドライバーを決める。ここでおテリーがニック・ボック・ウィンクルとおお再びパイルドライバー。これでああ今度はテリーが荒々しいパイルドライバー、いいですね。さあこのテリーがコーナーにもたれかかってる間にリック・フレアがニック・ボック・ウィンクルの足を4の字固めで攻めますが、これはなんとか耐えた。まあまだ体力には余裕があるのかな。いやパワーボムにはいけない。お今度はリック・フレアがロープに投げられる。コーナーにもたれかけさせられて、その間にブレインバスターを仕掛けますがニック・ボック・ウィンクルが逆に投げられると。さあここでテリーはおおスピニングトーホールドリック・フレアに決めます。ニック・ボック・ウィンクルは場外でしっかりと呼吸を整えてから、おお今度はテリーが場外に投げられると。いやー 3way マッチもなかなか面白いですね、こうやって見るとね。さあ肩逆エビ固め、リングに戻ったテリーは生還。今度はフレアを投げておいておお衝突からリック・フレアがパイルドライバーにはいけない。目まぐるしい展開、そして実況がやりにくいというかしょうがないですよね、展開が早すぎて。さあエルボー一発で倒れる。さあ足を攻めます。おお今度はおお珍しい、あそこさっとああやって起きれるんですね。あブレーンバスター。さあニック・ボック・ウィンクルとしてはこの流血1人流血の状態でどう展開するか。1人苦しい状況でしょうね、多分ね。さあバックの取り合いでスリーパーを仕掛けましたが、3人とも三つどもえで倒れるという状況。さあバックを取れないテリーがロープに投げ、おおおこれややこしいぞ。スリーパーを仕掛けたのはニック・ボック・ウィンクル。さあ20分経過、試合時間は無制限一本勝負になってますので、きっちり勝敗がつくまでなんですけども、カウント2。今どうでしょうね、ちょっとテリーやばかったから。さあバックを取りますがブレインバスターで投げるのはニック・ボック・ウィンクル。さあフレアをロープに投げておいて再びブレインバスターを決めます。さあ4の字固め、これでどうだ決まるか。テリーがリングはまだ降りない、まだ耐える。ニック・ボック・ウィンクルはそこを生還しましたね、今ね。さあ打撃合戦、この間リック・フレアは どっちだっていう感じですね。さあ打撃合戦はテリーが勝ちましたが、おお逆に丸め込んだのはテキサスクローバーホールド。どうだニック・ボック・ウィンクルは手を出さないっていうことはやはりテリーのおお丸め込んだ。おおカットになりましたね。さあ4の字固め、これをどうする。テリーは生還する。ニック・ボック・ウィンクルまだ耐えましたね。さあテキサスブロンコパンチで攻める。エルボー肩逆エビ固め、ギブアップはまだ大丈夫。さあもうかなりお互い体力消耗してきてる状況でしょう。さあかなり危険ですよね、今のはね。逆にテリーの垂直落下で落ちたダメージが、すごいことになってそうな気がしますが。さあニック・ボック・ウィンクル、これはチャンスか。いやボディスラムで場外の音、おお今の今のテリーっぽい動きでしたよね、なんかね、なんかこう錯乱したみたいな状態でいいですよね。さあバックを、今の連携は面白かったんですけどね、かきむしりからバックを取った。いや今度テリーが1人でニック・ボック・ウィンクルとリック・フレアを相手するような状況。テキサスクローバーホールドどうだ。いやそれをリック・フレアがカット、そして肩逆指固めで返してしかしまだギブアップはしない。いやー、ロングマッチになってますけども、お互いやっぱりギブアップはそう簡単にはやっぱりしない。スリーカウントも取りにくいでしょうしね。ブレーンバスターでテリーを投げる。さあそのままバックを取ってスリーパーホールド、どうだ。ビッグフレアまだ耐える。それをテリーがどう料理するのか。だ殴られてニック・ボック・インクルが今度は1人で2人相手になるか。さあニックが倒されない。あ、バックを取って、おお、逆さ抑え込み。テリーどうする。カットに入る。これではなかなか決まらないぞ。どうだ。あー、この3人はやっぱり大技がないので、なかなか決まらないっていうところもあるんですかね。4の字固めで一発でパチッと決まりそうな気もするんですが、それをやっぱりカットされるので、レフェリー和田恭平が近づいていってカウントチェックを、おお、カウント 2.9 耐えた。さあテリーじゃない、リック・フレアはこれは九死に一生というところでしょうか。さあロープに投げて、これ、ああ、噛みつき。さらにニック・ボック・インクルの額に傷をつける。さあスピニングとホールドで決まった。というわけでニック・ボック・インクルが退場。ちゃんと花道通っていくんですね。でこれで今回、タイトルマッチに挑戦した2人の対決と、セコンドがまず、去ったということですね。さあもう28分ですから、どうだ。これでフレアが勝つのか。4の字固めということはフレアの必殺技ですが、これは耐えました。テリーの足は大丈夫なんでしょうか。さあ4の字固め再び、どうだ。まだ耐える。テリー意外としぶとい。おお、ローリングクレイドル。さあ着地点はどこになるのか。スリーカウントも十分可能性はあるが、カウントが入る。どうだ。おお、カウント2。さあリック・フレアもまだ耐えました。さあ DDT で中央に寄せて、ここでテキサスクローバーホールドで、どうだ。さあ30分経過。最近のシリーズ云々の中では30分経過というのはなかなか珍しい、時間になってきましたね。ああ、これバック取って、ニークラッシャーからの4の字固めも考えられたんですけども、テキサスクローバーホールドが決まって、決まりました。ついに。いやー、ビッグフレアが勝てなかったですね。4の字固めで決まると思ったんですけどね、そこはテリーがテキサス魂意地を見せたというところでしょうか。試合時間30分超えとなりましたが、このスリーウェイマッチはテリー・ファンクの勝利ということで、いよいよこれで本当に、勝手に松本智蔵杯、幕引きということにさせていただけると思います。というわけで最後までお付き合いいただきありがとうございます。今回は勝手に松本智蔵杯ボーナストラックということでお届けしました。またよかったら他の動画をなんかを見ていただくためにチャンネル登録をしていただけると大変助かります。励みになりますのでよかったらお願いします。というわけで今回はこの辺でお別れです。では、また。